国外逃亡したカルロス・ゴーン被告の妻のキャロル容疑者について東京地検特捜部は虚偽の証言をした疑いで逮捕状を取りました。キャロル容疑者は夫のゴーン被告をめぐる特別背任事件で東京地検特捜部の事情聴取を断ったことから4月東京地裁で証人尋問が行われました。その際キャロル容疑者はゴーン被告が金商法違反で逮捕された後ゴーン被告の指示で関係者とやり取りをしていたのにもかかわらず覚えていないなどと虚偽の証言をし偽証の疑いが持たれていて先ほど逮捕状を取りました。